宇野浩二著、芥川龍之介の中に、芥川龍之介氏が著者に向かって言った言葉。君、我々都会人は普段一流の料理屋なんかに行かないよ。菊池や久米南都は一流の料理屋に上がるのが通だと思ってるんだからね。というのが書いてある。そうなんです、まったく。一流の料理屋というのは、つまり上品で高い料理屋のことでしょう。そういう一流店でばっかり食べることが通だと思われちゃ、叶わないと僕も思うのである。そりゃ、そういう上品な高い料理をまるっきり食わないというのもおかしいかもしれない。たまには一流もよろしい。がしかし、うまいって味は意外にもゲスな味に多いのである。だから通はゲスな、下品な味を追うのが正当だと思うな。例えばだ、天ぷらを例にとって話そう。いわゆるお座敷天ぷら。鍋前に陣取って揚げたてを食う。天つゆで召し上がるもよし、食塩と味の素を混ぜたやつをつけてもよし、近頃ではカレー粉をつけて食わせるところもある。そういういわゆる一流の天ぷら、その揚げたての上等の天ぷらを食って、しまいにかき揚げか何かをもらって飯を食う。あるいはこれがおつだとおっしゃって天ぷらをのっけたお茶漬け、天茶というやつを食べる。そりゃ結構なもんに違いないさ。しかしそういう一流の上品な味よりも、天ぷらを食うなら天丼が一番うまいと言ったら驚かれるだろうか。そもそも天ぷらってやつは昔からごまの油で揚げてたものなんです。だから色がちょっとどす黒いくらいに揚がっていた。それを見た目が下品だとでも言うのか。ごまの油をやめてサラダ油、マズラを用いるようになったのは近年のことである。これは関西から流行ったんだと思う。そして近頃では東京でもどこの天ぷら屋へ行ってもごまの油は用いない。あるいはほんの少し混ぜて、で、マズラ、サラダ油が多い。だから見た目はいいし、味もサラッとしていて、僕なんかいくらでも食える。しかしだ、サラッと揚がってる天ぷらなんてものは、江戸っ子に言わせりゃ場違いなんだね。食った後油臭いお首が出るようでなくちゃ、いえ胸が焼けるようでなくちゃ、本場もんじゃねえんだねってことになると、これは純粋のごまの油でなくちゃそうはいかない。だからさっき言った天丼にしたってごまでやったんでなくちゃ。この頃は天丼も上品なサラッとした天ぷらが乗ってるのが多いが、それじゃあダメ。丼の蓋を取ると、茶褐色に近い、それもうんと皮、すなわちこれもすなわちうどん粉の幅を利かしたやつがのさばり返ってるようなんでなくちゃ話にならない。その熱いやつをふうふう言いながら食う。飯にも汁が染みていて、ああこう書いていると食いたくなったよ。あちあちふうふう言わなきゃ食えないという、そういう天丼のことを言ってるんです。その絶対に上品でないところの、絶対に下品であり、ゲスであるところの味というものは、決して一流料理屋においては味わい得ないところのものに違いあるまい。と、こうお話ししたら、大抵わかっていただけるであろう、ゲスの味の良さを、天ぷらばっかりじゃない。ゲス味のはるかに一流料理を引き離してうまいものは数々ある。おでんを見よう。おでんは一流店では出さない。なんとなれば安すぎるからであり、従って下品だからである。しかし、おでんにはちゃんと店を構えて小料理なんぞもできますというようなところで食うよりも、おでんの他には燗酒と茶飯以外はござんせんという屋台棚の方が本格的な味であろう。どうも近頃は、と年寄り地味たことを言うようだが、おでんのネタが変わったね。爆弾と称するうで卵をさつま揚げで包んだやつ、ごぼう巻き、エビ巻き、そんなものは昔はなかったよ。俺っちの若い頃にはね、何にいたしますかね。ちくわに半ぺん、やつにガンモ。なんてんで、やつはやつがしら、ガンモはガンモどきなり。それじゃあガンモに脈と願おうか、ってな具合だったね。いちいちめんどくさいが、脈とはこんにゃくのことですよ。へい、ちっと脈がまだ若いんですが、なんてな。若いってのはまだよく煮えていねえってことなんでガス。おでん屋の燗酒でちと酔った。酔って言うんじゃございませんが、おでんなんてものこそ一流の店じゃ金輪際食えねえゲスの味だと思いますがね、どうですかい。おでんの他にもまだまだあるよ。昔浅草に盛んなりし牛丼の味、亀茶ぶと称し一杯五千なりしもの、おっきな丼は大丼と称したり、あの牛には違いないが牛肉では絶対にないところの牛のもつや皮や角はさすがに用いなかった。その他をめっちゃくちゃに辛くこってり煮詰めたやつを飯の上へドロッとぶっかけたあのゲスの味を我は忘れず、はあ、ゲスの味。古川ロッパのゲス味来さんでした。
次回もお楽しみに。